はい、皆さん、こんばんは。今回はですね、PS4 版原神やっていきたいと思います。当然やっていくのはガチャですね。イエランを引き上げたいところ、ちなみに僕、原神初心者なんで、許してください。じゃあ、早速やっていきましょう。緊張時間、こういうガチャ引くの、ほんまパズドラ以外やからな。モンハンみたいに物欲センサー発動すんなよ、マジで。2000円くらい課金しただけなんでね、美課金ってやつですね。あとなんか、クエストクリア報酬でなんか持って16個みたいな。15個か。この15個で、単発でやっていきたいと思います。いや、ほんまに、行くぜ。まず1回目です。今、光らんわな。うん。1回目なんてこんなもんよ。はい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 。物欲センサー発動中。武器ガン。さあ、2回目。残り10。3回かと。いや、武器はマジでいらないです、僕。初心者的にはキャラ集めた方がええというのをニコニコ動画で見ました。はい。キャラを引き当てたい。武器いらんって。マジでやめてくれ。あー、結界なガチャになって思ってますけども、これはえぐいで。ただ俺はな、あさって1万円また課金しに行こう思ってるからな。この2000円で引き当てれんかった場合、あさっての1万円にかけるわ。さあさあ、まあまあまあ、一旦罰はまあ、ここまで全然ね、全然本気って感じじゃないけど。あんまりね、ガチャの仕様とか専門用語的なものは、ね、分かってないんですけど、まあ、とりあえずイエランは欲しい。ただそれだけ。なんぼほどユミくんねん。これユミガチャユミ来るように設定されとんかい。これなんかさっき星4の中武器来てもったからこんなんちゃうの。なんもな。いや、北斗さん星4初めてのキャラ光らないよね、当然ね。これが金色に光った時に星5のあれやな、キャラが来るんやったっけ。このピックアップキャラクター、お前をピックアップしたのかっていうキャラクターがな、来るんやろこれ。正直これ星4のなキャラ来るんだったら行脇か、行脇が超有能キャラっぽいの欲しいんやけど、これは今回はちょっとあさっての1万円にかけるしかなさそうっすね。ということで皆さん、今回は2000円課金したらまあこんな感じでしたと。ありがとうございました。じゃあまたね、次回の原神ガチャでお会いいたしましょう。またね、バイバイ。終わると見せかけての残り4回分いきたいと思います。ちょっとだけ課金しました。はい、終わるわけにはいかんよな。いくぜ、残り4回や。これでトータルまあ2500円前後課金したことになる。あとは現金の方でね、クレカじゃない方で課金していくわ。ゴミいってね。まあしゃあないかな、武器ガチャや。なんか光ってほしいなーって思うんやけど、くっそダメだ。はい、じゃあ皆さんね、またあさって1万円ガチャの方でお会いいたしましょう。じゃあまたね、バイバイ。はい、そこで終わり。
い、残り2個まだ課金しました。これでトータル2800円ぐらいかな。いやもうこれはほんまラストな。3度目の正直、残り2回、はい、いきます。とりあえず光ってほしいっす。いや光らんな。これはちょっと今回は3000円が無駄になったと言ってもいいですね。行くはきつかこんかったし。弓ガチャ弓か。まあしゃあないわ、うん、じゃあ今回はほんまにこれで終わりたいと思います。また皆さんね、あさっての1万円ガチャの方で。